おはようございます。おはようございます。ハイサイ村、はい、バナナ畑を作ろう2日目。もう今の段階で5本経ってるんだけど、はい、5本。これを追加で、はい、あと3本あるのかな ？4 本あるのかな ？1、2、あと2本。1、2、3、4本あります、うん。これをちょっとどこにやろうかな。で、太陽が当たる場所がいいんだって。おお、じゃあそこだね。太陽。なのでここか。うん。ここら辺か。こっちが一番なんか。畑っぽいです。奥の方にやるか。ここ。おお。なんかここ通り道だから邪魔がなんかなと思うんだよね。あ、ここにね。めっちゃ人が通るから。確かに。おお。もう人届いてる。うっ。蜂の巣あるやんに。蜂がいっぱいいる。蜂がいっぱいいる。蜂がいっぱいいる。蜂の巣あるかもこっち。ああ、見える？遊びに来てんじゃないの？うっ。うん、何匹かいる。何蜂？あ、足長だったはず。足長？こっちにも巣あるかも。あっちの裏にあるな。うん、怖っ。とりあえずどこに植えるか決めよう。じゃあ後ろの方にあるかで、枯れた竹があるからそれも取って、うん、草刈りっすね。こっちに、あ、全部、あと残りのやつ植える。うん、はい、この竹いっぱいあるね。全部腐ってるね。よし、取り持ってどっちに住んでいく。竹いっぱいあるね。うわ、巻きついてるな。あが。開けてきましたね。ね、だいぶ。で、ドラナーの上で4箇所全部確保ですね。ここ1本。2本。ここに合わせてね。はい、2本。3本。はい。4本は、ちょっとここ。ちょっとここ。ああ、なるほど。じゃあ穴掘るか。よし。穴掘ろう。成長してるから楽だな、前回より。前回マジで。めちゃくちゃ成功。これ来てるからっていう、鵜呑みにしないで、一応熱中症対策はするんですけど。持ってくの出張するの？あ、一応ね。誕生日プレゼントもらって。俺も昨日、持ってくの忘れたっけよ。車にあるのも。意識してる人やっぱ違うね。炭酸の人。意識してる人違うな。私服もあれなのか。あ、かもしれない。お風呂入るときもあれで。どこまで空調服いけるのかって試しみたいなもんで。なんか三三六が空調服、うん、テトラポットに持っていくって言ってから。ああ。テトラポットで2泊3日するみたいな企画があって、うん、持ってったわけよ。船に乗ってね。うん、でそれで濡れかけたわけよ。うん、飲みかぶって。うん、でこれ。これから大変だから、これやっぱ港に置いてきてもらっていいですかって言って、何回か往復しないといけなかったわけよ、道具。で、吉田さんに、あ、いいっすよって言って、ビニール袋入れて、置いてたわけよ。で、したら水が入ってって、で、空調服濡れてるわけよ。で、それ吉田さんが忘れてて、さすがくさすいませんみたいな、濡れちゃいましたわって言って、あ、大丈夫っすよって言ってるけど、死にがっかりするわけよ。あ、見えんぐらい。大丈夫じゃないぐらいがっかりする。高いからね、空調服。ちょっと想像できる。で、テトラの上で乾かしてた。オッケー、じゃあはい、取ってきます。おお、なんか取り方があるんだ、ちょっと。うん、とりあえず穴を掘る。出た根っこ。山あるあるな。どういう根っこ。こういう場合は強引。おお。結構スコップって前回使ったけど便利だなと思った。便利。うん、ただこの根っこはさすがにぶりっこいな。この太さは。そうそう。置けない？置いてると思うよ。全然。あのでっかいのできるか。お。出た！やだ。これチェーンソーだな。木だな。根っこじゃない。木だな。根っこだけど。あ、でもハローだったらいけるね。ハロー黒いやつは。あ、もう一個あるね。よっしゃ。おお。すごい。うお、これハロー。これ厄介だな。ハローいけるぞ。入る？昨日、うん、金融さんに教えてもらった必殺技。ちょっと硬そうだね。え、めっちゃ太いよ。チェンソーだよぞ。やば、見てこれ。すごい太い。これチェンソーだな。え、しかも1本じゃない。まだある。最悪な場所に穴開けてしまった。2本切らない。2本か。じゃあやってみるか。じゃあこれ切ってみるか。うん。
よし、こいつも、サッと行くよ、せーの、せーの、おぉ、よっしゃ、破壊力、破壊力だ。なんかこんなの見たら小学生のってこと思うんだよね。辛さが、お、来た、すごい、すごい、ほら、伝説のコンボ、ゴブリン。確かにちょっと弱そうなやつが襲ってきた感じ。弱そうだ。ロープレな初期とかで出てくるゴブリン。いや、いや、いや、あ、これは竹だな。これ竹だ。竹は折っちゃえば。しなるから折りにくいんだ。オッケー。もっと掘らんといけない。うん、全然。まだ。甘い、これは甘いな。甘ちゃんやん、またいるよ。あ、けどこいつ、おい、楽勝。これか、フルボードって刺ってたから、うん、いい感じ。バナナって草なんでしょ。あ、なんか言うよね。木じゃなくて草の中も、木じゃないんじゃない。木じゃないって硬くないからな。鎌でスパッと切れるからな。だから、あれバナナって木の実じゃなくて草の実。あ、草の実か、なるほどね。もう実際ちょっと調べたこともないし、人伝えだからはっきりしてないみたいな。でもバナナ水与えなくてもいいっていうのはびっくりしたな。ネットで調べたら、うん、夏はしっかり水あげましょうっていうのもあった。ほんとは、うん、島バナナは大丈夫なんじゃないかな、うん、バナナの種類によって育ててる場所にもよりそう。山とかだったら、うん、なんか水豊富ってイメージあるさ、うんうん、だから大丈夫なのかなっていう。またなんかいるな。湿ってる場所いる。こいつ根っこすごいっすな。普通にいるな。竹だ、また。あんな深くまでいるんだ、竹って。木もいるよ。あ、いいよ、木も。腐ってるやつ、腐ってるタイプのやつ、これ。いける？あ、待って、これでかすぎる。でかい、これ。山全体が動いた気がする。お、いった。山動いた。よっしゃ。すごい。いいね、いいね。よし。おお。行ったか。あっちまで、あっちまで、引っ張り守ると。ニュージーモーメント、来た。うん、いいね。スタッカー、おぉ、また竹チャンネル、竹チャンネル来た、また。おぉ、おぉ、すごい。おぉ、なんか深さが全然変わるな。俺なんか横に広がってるな。下に掘ってるつもりだけど、根っこが邪魔してる。あ、いいんじゃん。これぐらい振れば、うん、自分ですよ。ケイユンさんがいたな。脳内再生できたケイユンさんがいたら、こんだけ振ったら大事です。ケイユンさんの話だ。これが、あ、肥料入れた方がいいんだ。肥料をここに入れて、うん、土かぶせて、うん、混ぜる。あ、混ぜた方がいい。半分入れるから入れて、土一回混ぜた方がいいんだ。混ぜるって銀だから臭いイメージあるけど、乾燥してるから臭くない、ね。鶏粉もすごかったよね。鶏粉やばいね。目が痛くなるね、あれはね。あ、でも鶏粉もあれって言ってたよ。臭くならない。臭くならなくなる。すごいな、またうんちが土に変えるって。考えした人すごいよな。待って、これちくいから、こんなのそっか。こっち乾燥してる。ここ、切った時は、ここが真っ白だったんだけど、昨日からずっと外に置いてあるから、もう乾燥して、で、ここから菌が入りづらくなってる、今。病気になりにくい。あ、ベストなんだ。ベスト、はい、はい、よ、オッケー。これ、ケンユーさんの畑から持ってくる際に高速道路を使った時に、こういう風に割れてるわけよ。揺れたんだ。で、バナナの葉っぱって切りやすいわけよ。切れても大丈夫。大丈夫。これも生えてくる。半年後には、これがこういう風になってるから、ここを切ればいい、パチって。枯れたら切るって。で、また新しく綺麗にこれが入ってるから準備してる。枯れたら切るんだ、うん、こういうとこ、こういうの、うん、これが次のやつ。そう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 、面白い。こういうの、ここを切る。葉っぱここ、あ、これ取った方がいいんだ。取る。
ここに場の中でもっとすごいね、山らしいって言えばいいのか農園らしいって言えばいいのかちょっと分からんけど、なんか混合してるね、いろんなのが混ざってる、ちょっとね今植えたばっかだし、うん、移動で葉っぱがダメになってるから、うん、1ヶ月後は多分綺麗にビシャッってなってる、バッチリ、うん、バッチリビシャッになってる、うん、ということでちょっとじゃあ昼ご飯昼飯しますか、はい、今日のランチは何ですか、今日はぶっかけうどんを作ります、最後にうわー、ニワトリちゃんの卵ですよ、ブワーッ、いただきます、かあいい感じね、うん、うまうま、うん、おいしい、最高、全然ない、このマグロがね、結構味濃いんですよ、海鮮キムチマグロが、でちょうど一緒に食ったらめっちゃベスティ、うん、こちらいただいていきます、うん、はい、はい、次はですね、海鮮村ってね、毎日木はしないんですよ、うん、なのでこちら給水キャップっていってペットボトルにこういう風につけて、うん、これを土にぶっ刺すと、うん、これがこうやってじんわり出ていく、こんなに大量には出ないけどちょっとずつ、ね、刺したらもっとゆっくり出ていく、うん、これをやればある程度時間空いても、そう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 、まあ、バナナは強いからね、島バナナは、ただ今ね9月なんで真夏なんで水はちょっと水あげようってことで、アホゴになろうぜ、なんか倒れないかなと思って、よし、あ、そのまま、ゆっくり減ってってるね、こっちも、こっちも、よし、よし、いくよ、バナナ畑は終了かな、これであとは枯れかかってきたのを剥いていったりして、今これ剥がさなくてもいいんだ、まだ剥がす、ん、今剥がす、剥がしてもいい、あれなんかイメージと違うの、やべ切れましたね、戻した今、戻してないですちょっと竹を増やしてみたいと思います、うまくいくか分からんけど、ちょっと刺してここまで、うん、そしてここに水入れる、この鉢にしてる理由は地面に刺した方がいいよ、地面でもいいよ、じゃあ地面でいいな竹ってこっちを増やす、一応まずちょっと増やして、うん、大きくなったら移動しようかな、うん、なんかこれ実験ね、うん、これでもできるよって言ってたから、実験すごいな、うん、これで増えたらいいよ、 OK、 はい、今日の作業は5本追加で合計10本ですね、竹も少しやりました、竹も少し植えてみました、いや、ここからの成長が楽しみですね、また海鮮村に来る、うん、親になった気持ち、楽しみが増えた、うん、ということで、今回はここまでですね、はい、ということで、また会いましょう、さよなら、さよなら。